皆さんこんにちは。私の出番です。李秀芳と申します。今日私のねスピーチのテーマは遅くないです。なぜがこのテーマにしたかというと、21世紀は高度な技術革新により通信衛星やインターネットが実現し、国境を越えて何でもかんでも世界中に速やかに発展したような気がしたからです。しかし一足違いで遅かったと言い、努力もせずに諦めてしまう人は少なくないようです。100メートル競争の場合はともかく、マラソンの場合は遅く始めても勝負がつくというわけではありませんね。ほら、ウサギとカメのかけっこって物語は皆さんはきっとご存知でしょう。そうです、人生とは100メートル競争ではなくてマラソンのようなものだと私は今日この場を借りて皆さんに伝えておきたいと思います。例えばお医者さんになりたいなら、おいくつになったら遅いと思われますか？ドイツのアルベルト・シュバイザーはアフリカの住民に医療などに生涯を捧げようと思い、ミソジに突っ込んでから初めて医学部に通うことにしたんです。しかしシュバイザーはすでに哲学、神学および音楽の博士を習得しているのに、気楽な生活を送ろうともしないなんて家族に強く反対されました。遅かった上に自分の求人にまで追い込む、ようやく学業を解けたらもう38歳になったんです。それながらシュワイザーは飛び級で早々医学部に合格した天才児のお医者さんたちと比べ、畑違いの仕事を見事にし、さらに人類社会により多くの貢献をしていたんです。さあ皆さん、遅いと思われますか？それに最近背徳した II 国家の事情での皆さんに伝えておきたいと思います。 II 国家は元フォード自動車会社の社長でしたが、人生の黄昏を迎える際にフォード社をクビになりました。しかし II 国家はへこんだりめげたりもせず、前向きになって倒産に瀕しているクライスラー自動車会社を立て直し、再び人生の花を咲かせたんです。ですからもう体力も頭も若者には勝てないなんて思うのをやめてください。それに同じように中国の宋時代に祖順という大文豪がいました。彼は27歳になってから初めて勉学に励むことにしたんです。しかもその時彼はすでに一人の娘と二人の息子を設けた父親でした。祖順の辛さはきっとよその人には理解できない苦労をしてたと思います。ですからもう遅かった、もう間に合わないなんて口実にする人はただ努力したくないと思われませんか？やる気があれば遅くないです。やる気があれば夢や理想をきっと叶えると思います。
なぜかというと、努力する人は先しか見えなくて、ゴールインまでやり続けようとし、遅いなんて考える暇すらないからです。さて、皆さんはどんな人が立派だと思われますか？私にとって理想があって、マラソンのような人生を簡単に諦めずに走り続けるような人が一番かっこいいと思います。ほら、日本語を愛してる皆さんもきっと遅くないと思うようにここまで走っていらっしゃったんでしょう。ぜひゴールインまで走り続けてください。あら、そういえば私もそろそろ自分のゴールに向かって出発しなくちゃ。以上私のスピーチです。皆さんご清聴ありがとうございました。では失礼いたします。